最初の機材として FX30 は玉坂さんから見てありですか？やはり APS-C がネックですかね？いや、用途によるのかなと思います。どういったものを撮影するのかによるんですが、例えばそのお家の中で私みたいに YouTube を撮りますとかってなると、FX30 を買って、ライト類、照明にお金をかけないといけなくなる気がするんですよね。フルサイズがどう、APS-C がどうって多分答え出ない、たまに争いになってますけど、SNS で。答え出ないと思うので、その辺の特性はですね、あんまり気にはならないと思うんですけど、FX30、それこそベース ISO がなんか2400とか、あれ ?4000 何本とかでしたっけ？なので、ISO がそんなに上げれないと。照明を焚くとか、光を探すとか、まあ、日光の下で撮るとか、使い手側にちょっとこう、テクニックというか知識が必要になるような気はするんですね。その辺を、いきなり FX3 にを買って、でそのマシンスペックでカバーしてしまうか、 FX30 を買って照明だったりとか光の兼ね合いだったりとか、そのちょっとこうテクニックというか知識で補うかみたいなところなんじゃないかなと思うんですよね。だから APS-C が悪というかやめた方がいいという気はしないですが、その FX3 を一気に買っちゃってすぐこうパッパッパッと作例を撮るっていうのはなかなか難しくなってしまうのかもしれないですね。ただめっちゃ上手くなる気します、 FX30 買うと。 ZV-E1 も選択肢、確かに ZV-E1 は SD カード1枚だけなんでしたっけ。1枚だけでも良ければ ZV-E1 めっちゃいいかなとは思いますね。 AIF につられて ZV-E1 使ってますけど、熱で止まるのが怖いです。ああ、なるほど。 ZV-E1 は熱、排熱があんまりって感じなんですね。AIAF か。AIAF の顔をトラッキングしてこう動いてくれるみたいなやつですよね。FX30 は値段が27万円ぐらいですね。ZV-E1 は28万5千円ですね。まあ熱停止の問題はあるのかもしれないですが、あとスロットが1個しか、SD スロットが1個しかないっていうところもありますが、ほぼ同じ値段帯で、フルサイズの ZV-E1 が買えるので、もしかしたら、すごくいい選択肢なのかもしれないですね。ZV-E1 買うかも。ZV-E1 買うかもしれないです。俺だったら、一夜さん。選択肢考えていただきありがとうございます。とんでもないです。ぜひ、ご購入された際は、何買ったよって教えてくださったらとても嬉しいです。